ジャパネット杯春の高校バレー熊本代表鎮西と宮崎代表日南振徳の準決勝が始まりました。彼を中心に回っていってるチームですね。はい、苦しくなったらまさとさあこれ出た甲斐正人の高さです。はい、大会ナンバーワンアタッカーの呼び声高いこの甲斐、本当に高さ強さうまさ攻撃打ちますが、彼の場合ちょっと遅いクイックで、まあ、広角に打てるようにねちょっと高めですね。その甲斐が返します。今のようなボールも強打で返していける、はい、3m42 ですが直近では 3m53 が出たという数字もあります。すごいですね、まさに石川駅よりちょっと高いかもしれないです。そうですね。さあ3枚ブロックが来る鎮西のこの硬いブロック、また来ましたね。このセット早くも2本目でも、ね、中盤以降ですね。この選手が活躍するのは1本切って3枚ブロック飛んでいますが、その上からです。同じ2年生の平田前に落としてきました。ちょっと動きながらのトスアップになる真ん中からが、ここはしっかりとコート見えてました。福岡大大濠以来26年ぶり7校目の快挙です。日南振徳一気に日本一を取るのか。その中心にいるのはこの人甲斐正人。自分の仕事をやってればいいので楽なんじゃないですか。さあ鎮西を追いかけたいところ、ここは早いですよね。速攻です。エース同士の打ち合いになってきた。そしてここで鎮西はストロングローテーション、前3枚非常に強いというところなんですが、切りたい振徳。ここは2段の突進になるがバックアタック回拾った高木。さあこちらはバックアタック、エースの打ち合いになる。つないでいます、これを打ち込んできた。リベロ高木が拾って、そして舛本レフトに開いている。今度は舛本を止めた。でそれ今度見越してクロス打つ可能性ありますね。餌巻きをしているわけですね、その辺りで、はい、行くような打ち方をやっていきますね。打数それほど多くありませんが、はい、上がったときは確実に決める。さあ、舛本が前に上がる。もう一度舛本、2枚ブロック、クロス行ったか、甲斐が止めた。期待しないじゃないですか、はい、もうこうなると3年生は俺たちがやっていくんだぞってね。滞空時間の長さ、しました。自分が一番チームの足を引っ張っています。自分がチームを支えなければいけないのに申し訳ない、その思いが今日このセンターコートで躍動しています。川木さん、はい、どちらが抜け出すかですね。そうですね、ちょっと見られた舛本のランナーブロック、フォローに入る、アンダーで上げる舛本、リバウンドをもらう。リバウンド、あ、しかしこれはリバウンドやや乱れたところを甲斐が抑え込んでいきました。感覚発揮している両チーム。さあ18対18、ブレイク欲しい鎮西、しかしここは甲斐が1本で切っていく。全く合ってないですね、ブロックがね。深いところを狙っていきました。ブロック1枚半抜いていきます。そしてプレーする姿は監督を見たことがないと言います。この抑え込まれた状況の中で一つ階段を上るか、そのプレーを見せるか。分かっても褒められないのがこの鎮西のエース舛本。一方で甲斐の高さ、